こちらは夜のペットショップ。普段は見られない夜の生き物の姿を見てもらおうと、午後8時ごろに店内を開放し自由に散策できるという夏休みに合わせたイベントです。アクアリウムに囲まれる中、ひときわ人気を集めていたのが、かわいい、ヘビに、こちらはヤモリ、そう、爬虫類たちなんです。綺麗な髪の毛触ってるみたいな、すっごいツルツルしてて可愛かった。あのヘビ買っていきたい。中にはこんなご家族も。うちいっぱいいるので、カナヘビが7匹癒されます。脱皮した皮でも誰が脱皮したか分かるよ。そう爬虫類人気の高まりをグッピー園高橋社長も実感しているそうで、凄盛りじゃないでしょうかね。そういったところでおうち時間っていうところで何かこう触れ合っていたりとか、その点爬虫類は非常にこう小さいし鳴かないし、あの手軽にこう買えるっていうんで買う方が増えてるんじゃないかなと思いますね。そもそも爬虫類とは脊椎動物の一種で、トカゲやヤモリ、ヘビ、カメなどが分類されます。紛らわしいのですが、イモリは水の中でも過ごす両生類、カエルなどと同じ分類になります。その爬虫類の中でも今大注目となっているのがヤモリの一種、ヒョウモントカゲモドキ、またの名をレオパード月光ということから、レオパの愛称で親しまれています。あの非常におとなしいんですよ、この子たちが、はい、まあ人懐っこいので、飼育される方は結構今すごく多いですね。私も初めて触れ合ってみました。こんにちは。かわいい。え、見てくださいこの顔、顔、あーペロッでした。あざとい。硬そうに見えるけどすごい。全然硬くないでしょ。持ち肌。いや、私そんなに爬虫類が得意っていうわけではなかったんですけど、ものすごく可愛く見えます。ですよね。かわいい。これちょっと本当にかわいい。どうしよう。うち来る？石川くんの気持ちがすごいわかる。あのうちの会社で飼ってる記者がいるんですよ。実は山形テレビの後輩にも愛好家がいるので、ちょこっとご紹介。報道部の石川です。僕の家族のレオパとミシアフを紹介します。こちらがレオパのチロルです。目が真っ黒でクリッとしているのも特徴です。こっちが西アフリカトカゲモドキ、マロンです。餌は冷凍のコオロギをあげています。だいたい週に1回から2回ぐらいのペースであげていて、月々餌代としては1000円から2000円ぐらいで済むので、そんなに高くないかと思います。しっかりご飯を食べて成長していれば、尻尾がこのようにプリプリに育ってすごく可愛いです。可愛さはやっぱり何といってもこの顔ですよね。すごく癒されます。石川記者のように複数飼育している愛好家は多いそうです。もういろんな色があるじゃないですか、コレクションしたがる方が多いんですよね。そんなコレクションを極めた愛好家が酒田にいると聞いて会いに行きました。こんにちは、よろしくお願いします。山形テレビです。はい、迎えてくれたのは牧口さん親子。早速爬虫類を飼育している場所に案内してもらうと、じゃあこちら爬虫類部屋です。こんな感じで。これ全部ですか？はい。すごい。いや、まあ40匹50匹ぐらいいますね。
業者とかの方ではないですよね。違います、趣味ですね。はい、趣味で。ヘビは5匹。先ほどのレオパード月光の他にもたくさんのヤモリの仲間数十種類。その飼育の様子をお父さんの勝美さんが SNS にアップして愛好家と交流しているそうです。それにしてもどうしてここまで爬虫類がいっぱいに。息子が結婚することになって、まあ、家を出るってなった時にパパお願いみたいな。もともとは中学生の時に飼い始め、この部屋で爬虫類と一緒に寝るほどハマっていた息子日向さんのペットでした。しかしハマっちゃって今年も2匹買っちゃった2匹買っちゃった。お小遣いで嫁さんに怒られながらですね。お父さんもハマり増えていった爬虫類。しかしこれだけの数にはもう一つ理由が。ここは全部うちで生まれた子ですね。去年が11匹生まれて今年が9匹生まれてるんで、爬虫類飼ってる人は結構多分こういう楽しみする人が多いんじゃないかな、うん、爬虫類愛好家を虜にするのがこの唯一無二の色や柄。そのため繁殖に挑戦する愛好家は多いそうです。子供とか孫の代が見たいっていうか、子供の遺伝子っていうか色が変わったりするので、うん、面白いですね。例えば一昨年生まれたこちらのヤモリ、お母さんの柄を見てみると模様が全然違いますよね。またこちらのレオパード月光は頭にハテナマークありますよ。本当だ。たまたまですね。しかし繁殖にはそれだけ愛情を込めたお世話が必要。今ではこの爬虫類たちの世話が離れて暮らす親子の絆になっているそうです。宝物ですね。うん、そうですね。ずっと続けていきたい趣味ですよね。ところで皆さんお気づきでしょうか。2匹目買ったんだけどどっちもメスだったよ。ヘビ持ちながらインタビューしたの私も自分でびっくりしてます。ヘビ持ちながらインタビューしたのは初めてです。